こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ペンエイト前に行きそうです。マーベラスサンデー、それに続いています。さらにはリアルコネクション、1番マーリン、その後ろ後方に控えたのがアワッド。もう一度先頭から見ていきましょう。マーリン先手を取りました。その外にノーブルダディ、その隣にペンエイト、並んで3番サンライトアイランド、シアトルショー、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。マーリン先手を取りました。その後ろからはローブボタン、すぐ後ろにサンライトアイランド、その隣にノーブルダディ、内からはシアトルショー、ピンクの帽子、リアルコネクション、その後ろすぐ後ろにデイエイト、マーベラスサンデー、後ろから内からはプレザントハピネス、その隣にラブハート、その横に大気ブリザード、トロピカルベスト、そのうちに続いています。その後ろにチーフベアハート、しんがりからアワッド。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から。1番マーリン依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてマーリン、2番手はローブボタン、ノーブルダディ、3番手大外から緑の帽子、マーベラスサンデー、伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマーリン、ノーブルダディ続いています。その隣からはローブボタン、その外からはリアルコネクション、内からはサンライトアイランド。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マーリン先頭、差はほとんどありません。残り 200m、大気ブリザード伸びてきた。残り 100m、 大気ブリザード先頭、マーベラスサンデー追いすがります。大気ブリザード、大気ブリザード1着、2着にはどうやらマーベラスサンデー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気ブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。ストーミーソニア前に行きそうです。競泳マーチ、それに続いています。さらにはハードディード、10番ミルダスト、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。それでは先頭から。先頭は競泳マーチ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。その外にストーミーソニア、ティームスオブバース、そのうちに続いています。黄色の帽子ハードディード、その後ろすぐ隣にディバインアライブ、その横にオイスターライジング、その外からジャスミン・ムイナー、ここでディームスオブバース先頭に変わりました。2番手は競泳マーチ、これは絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ディームスオブバース先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はストーミーソニア、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのは競泳マーチ、競泳マーチ先頭、残り 200m、 競泳マーチ先頭だ。残り 100m、 競泳マーチ先頭、2番手はストーミーソニア、競泳マーチ1着、競泳マーチ完勝、競泳マーチ1着、2着はベレーバ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったフラワーパーク、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はマサラッキ、懸命に追いすがります。あと 200m、 フラワーパーク先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はジェニー、フラワーパーク独走、フラワーパークぶっちぎりです。フラワーパーク1着、2着は微妙です。これが G1 馬だ。フラワーパーク東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のヤマニンパラダイス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。マイネセンチュリー前に行きそうです。これに続くのがヤマニンパラダイス、並んで15番エイシンサンサンマジックスタイル、そのうちに続いています。好位置をキープしています。ファビラスラフイン、並んで11番ランドドーター、内からは黒髪、その隣にライデンリーダー、イブキニュースター、それに続いています。黒の帽子センターライジング、その後ろ、その外にアドマイヤメガトン、さらにはジャングルアンデス、赤の帽子勝利の女神、その後ろ、すぐ隣にヒシナタリー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はマジックスタイル、ノーブルキャンディー、ほとんど差がありません。エイシンサンサン3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはノーブルキャンディー、ノーブルキャンディー先頭、2番手はヤマニンパラダイス、先頭を捉えるか。河内沙汰で頑張る。残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 ファビラスラフイン先頭、2番手は河内沙汰で、ファビラスラフイン、ゴールイン、ファビラスラフイン1着、2着にはどうやら河内沙汰で、これが世界の実力だ。ファビラスラフイン